北海道の千歳市にある支笏湖で毎年1月末から約1ヶ月ほど開催される北海道を代表する冬の祭典氷凍祭りに行ってきました。支笏湖の水をスプリンクラーで吹きつけて凍らせた大小さまざまなオブジェが立ち並び、昼は支笏湖ブルー、夜は色とりどりのライトに照らされて幻想的な世界となります。支笏湖神社が音おみくじ箱、これ100円入れて中に、あれや、こんなとこにおみくじがあったよ自分で取るの。チケットは500円。氷凍祭り2023年、あれトンネル入っていくんだね。行こう、トンネルくぐって受付。昼間の会場、高いよ。登り、巨大スライダーだね。登る。ダメダメダメ、登れません。お、苔？苔の洞門を表現してる？苔の洞門？緑。おお、高い。わあ、怖いよ。あ、白い。溶けてきてるよ、ポタポタしてる。おお、高いよ。何メートルぐらいだろうね。おお、支笏湖の水を吹きつけて作られたオブジェはブルーに見えています。この支笏湖の水は水中の栄養分が少なく、プランクトンの発生も少ないことから透明度は非常に高く、水質は2018年度まで11年連続日本一に評価されています。この透明度と水質を誇る支笏湖の澄んだ水は光に照らされることで支笏湖ブルーと言われる青色の輝きを放つんだそうです。すごいよこれ、つらら。神社がある。支笏湖、滑るわ滑るわ。支笏湖、残念だけど今日曇り。この支笏湖ブルー、どこから見ても同じ青色というわけではなく、日によって、時間によって、場所によって、季節によって変わるんだそう。ああ、ボート乗り場も氷凍祭り状態。山線鉄橋、橋、明治の橋、千歳川、赤い橋、行く。ペンギン歩き。滑るんだ。あー、山見えてるよ。ここに来ると雪だるまがあるんだよ。雪だるま作ってみる。行く。雪だるま、頭武士。
作品。作品。雪だるま制作中。本当こうやっていくんだよね。コロコロコロってね。うん、大人の雪遊び。木もある。お、結構硬いよ。ちっちゃいか。ちっちゃい。笑ってる笑ってる。ヒメマス料理のお店でテイクアウトして食べます。ヤマベ唐揚げ、ヒメマスあら汁、ヒメマスのあら汁、あら汁、あ、本当にあらが入ってるんだね。本当にあらっていう感じ。あら汁で、あ、本当のあら、結構骨があるよ。そして大根とか白菜とかが入ってる。いただきます。お汁、うん、なんて言うんだろう、飲んだことのない出汁だよ。なんか魚の出汁なんだけど、でも出汁は出てる。なんというこの出汁は、うん、淡白な感じっていうのかな。これ身マス、まあ、鮭の出汁に近いけど、ちょっと鮭とも違う感じ。あ、表現ができないよ。わあ、外で食べてるから湯気が立っている。人参とかもいろいろ入ってるね、キノコとかね。山辺の唐揚げが来たよ。串になってる。ドドドドーンと唐揚げ、そのまんまだね。かじるよ。あれ、あ、柔らかい。うん、揚げたてだから美味しい。ポコポコ、うん、美味しい。うん、柔らかいね。意外に美味しいよね、うん、こっちは塩焼きの方。おー、いい形してるね。塩がついてるね。いただきますよ。後ろこんな感じでぐる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 、いい感じで焼けてる。うん、硬いかなと思ったら、美味しいわ、これ、柔らかい。うん。お、塩味が。意外に欲しいでしょ、うん、こっちが好き。塩の方がいい。夜の部に行きますが、しっかりスキューウェア、上下来ました。ライトアップ。こっちから行きます。いろんな色になっているよ。温度計は人力で
直しているんだ。ピアノ弾きます。エアピアノ。すごいよ。何キロだね。何キロになるんですか。今は6時半ちょうど今6時半。すごい渋滞です。何キロにもなってる。晩ご飯は千歳市内に移動してきて、ここカレー食べます。タンドリーレストランアシャーさんに来ました。メニューはこんな感じ。千歳の人気店の朝さん、本格的なインドネパールカレーのお店。カレーの種類もたくさんあって、ナンも大きくておかわりできるってあって、千歳に来たら行きたいところのお店です。ドドーン、すごい量よ。これ1000円しないセット。ボリュームよ。分厚いよ。すごいボリューム。今までいろいろチズナ食べたけど大きいです。この気まぐれセット、唐揚げが乗ってる。タンドリーチキンが乗ってる。いただきます。柔らかい。あったかい。冷たいかなと思ったけど、あったかいできません。エビカレー、エビがちょっとドドーンと入って、中辛くなるので、いただきます。何でもなくても食べやすい。辛さが後に残るタイプのすごい辛いっていう感じなんですよ。ピリッと言ってくる。でもね、すごいね。バターとエビなの、バター、バター、バター。チキンどんな感じで入ってるの？ゴロンと入ってるんだ。ゴロンと入ってる。ゴロゴロだね。ゴロ入ってる。うん。おお。香辛料の入り方がね、日本人向けっていう感じかな。あんまりきつくない感じが。そうだね。うん。で、働いてる人はみんな外国の方。プラス100円でドリンク、ラッシーとチャイのアイス頼んでみました。お腹いっぱいになりました。チャンネル登録励みになります。ご視聴ありがとうございました。